のすごくこう「アナ雪2」もやっぱり前作と共にこう愛されてほしいなって思いを込めてあのフレコとかもさせていただいてたのでこういう場でまた松さんと一緒に立っていられるっていうことが私はすごく嬉しいですね。もう本当に貴重な <laughs> 貴重重なな <laughs> 存在となられて、<laughs> <laughs> なられて、私ご一緒できてすごくこちらの声です。なかなかあの結構一人で出させていただくことが多かったので、あのすごく嬉しいです。姉妹揃えて、はい。声っていうものがあのエルサに慣れているかどうか、また再び戻れているかどうかっていうのは本当に声を発してみて監督のオッケーをいただくまで本当不安でしかなくあの。 声優さんといいいうお仕事にしている人間でではないので再び同じキャラクターになれるのかなっていう,う漠然とした不安は本当にあってでもただとにかく見て聞いてあの必死にお話を追ってエルサの思うところを私も一緒に探っていくということしかできなくてあの嬉しい反面やっぱりその不安も同じぐらいあ,のありました。 ご覧になって私たちずっと見ていなくて公開前に見られなくて先ほど、都内映画館で一緒に見に行きました、2人でアナとエルサが一緒に映画を見に行った。 何回も見てるとかとんでもない話で私たち見てなかったんですから本当に配信されたので曲を初めて聴くみたいでもそうですよね本当に待ち合わせして一緒に見に行かせていただきました中の姉妹のようにというか見てない体でここに立つのはちょっと失礼かなと思ってください見ておかないといけないねと言って。そうですね先ほど 見ましたね。そうですよね。なんかでも隣にいらっしゃるので真っ暗ですけど、はい、やっぱり存在を感じるので、はい、その貴重な,やない本当のいやお互いありがとうございました。嬉しかったです、うん。ありがとうございます、はい、本当に。実際に歌ってみてどのようなことを感じられたのか聞たです、ね、聞きたいですよね。いはい松さんどうでしたか。えっとスタジオでまあ、エルサが歌うパートまだ絵もできていない状態の聞かせていただくたときは。 まだまだ作るんだっていうかあの前作で生まれて、うん、こうってすごい大きなナンバーありましたけどあれがあるありながらもう一回作り出すそのナンバーをしかもあれをまるまる踏まえたわけじゃないそのキャッチーなところに頼らない非常に終始タフな。 あのナンバーをそれでも作り出すんだなというあのスタッフの皆さんのもうもう絞り出して絞り出してっていう情熱を感じましたでもうでもできないとかできるとかそういう <laughs> ねやんなきゃいけないみたいなさえがちゃんが、うん、えっと さやかちゃんがアナの曲を聴いた後にちょっとなんかエルサのナンバーも聴いて、はい、あの連絡をくれて「あのはい、姉さん大変です」<laughs> 大変な曲になってます私が聴く前からイディナさんイディナ・メンゼルさんが限界に挑戦したらしいです <laughs> 本当にすごい情報イディナさんの限界が私のなんだっていうねもう本当に何限界に挑戦してるんだと。 正直思ってない、お姉さんがいい皆さんが彼女のパワーも素晴らしいのででも、いや、できないと言えない自分もいるしとにかく彼女の声と情熱を聞いて聞いてやっただけなんですね。はい, <laughs> いん,<前>ほんと見る前に台無し <laughs> すいません <laughs> そんなことはご <laughs> 忘れてください。<laughs> そんなことはございません。<laughs> はい。えっと、アナと雪の女王は、今回でちょっと完結というふうに言われています。えっ、ー、と、さやかちゃんをはじめいろんな人とこの作品を通して出会えて、私も非常にエルサとして幸せな時間を過ごすことができました。あの、完結とい言われていますが、私はこの映画を見て、アナもエルサも、あの、スタート地点に立った。 ばかりだというふうな印象を受けましたあのお話は完結しても皆さんの心の中でアナとエルサをずっと温かく見守っていただければと思います本当にありがとうございましたえーと今日ずっと隣に修士松さんが いらしてすごく一人じゃないってあったかいなっていうかすごく心強いなっていう思いがあってでもスクリーンの中でアナも多分同じことを思っているあの描写がたくさんあってあのよりこう姉妹の絆っていうものが強く描かれてたりですとかあとはこう人と人との結びつきだったり大事な人と一緒にいられることがすごくなんか嬉しいって楽曲があったりとかあのより心温まるようなポイントがたくさんあります。すごく前作でで私も自分の中でとても も大切な役に出会えた、アナというパートナーに出会えたっていう感覚がしていてその間でマツさんとも連絡を取りながら今回も作品作りができてとっても貴重な体験をさせていただきましたこうして今からご覧になれる方に自信を持ってお楽しみくださいっていうふうに言えることがとても幸せですこれからも「アナと雪の女王」シリーズをたくさん愛してくださいありがとうございました。 私たちの友情。